国鉄キハ六十五系機動車湯、ウトピア湯、ウトピアは、日本国有鉄道、西日本旅客鉄道が1986年から1995年まで、保有していた、鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。1986年12月より、大阪駅と枕温泉駅を直通する特急、湯、ウトピア枕として、運行を、開始。 1991年9月1日の七尾線電化までは臨時特急として主に来庁に並結して運用された。その後は団体臨時列車での運用が中心となったが、機関故障が発生し復旧されないまま1995年3月に廃車となった。485系電車と並結するユ・ウトピア、の都半島は当時成立した。 半島振興法の成立によりリゾート開発が計画されており、また、和倉温泉については、関西方面からの観光客も多かった。しかし、名古屋駅、大阪駅から七尾線へ直通する急行列車は1978年10月1日、限りで廃止されており、観光客はもっぱら観光バスや自家用車を利用していた。これらの需要を鉄道利用に取り込むことで、 大きな増収効果が期待できることから、国鉄金沢鉄道管理局では、国鉄分割民営化に向けて、七尾線を北陸本線に次ぐ経営重点線区として位置づけ、経営基盤の確保に取り組んでいたが、沿線人口の減少により七尾線だけでは活性化を図ることが困難となっていた。このような状況下、新しい施策として、大阪と、 バクラ温泉を直通する列車の運行を開始することになった。当時の七尾線は非電化路線であり、電化路線である北陸本線との直通運行を行うには、客車、機動車で列車を運行するか、電車を七尾線内でディーゼル機関車牽引とする方法も検討された。しかし前社では大阪、京都方面からの到達時分が電車特急と比較して長くなり、 また校舎では、機関車やサービス電源用の電源車が必要で、機動性に欠ける方式である。そこで考案されたのが、電車と機動車を並結しの尾線には、機動車のみ乗り入れる方法であった。この方法では、特急、庁並波の到達時分を確保できるとともに、トンネル回収の必要もない。また、電車と機動車の並結運転においては、 協調運転と機動車が付随車扱いで電車に牽引される方法が検討されたが、当時は全車が開発途上であったため校舎を採用した。こうして運転されることになったのが、大阪駅金沢駅間で特急、来庁に並結する臨時機動車特急、ゆウトピア枕であり、このために開発された専用の機動車が本社である。本社の改造にあたっては、 他の機動車との連結を考慮しない代わりに電車との連結時に時速 120km での走行が可能でサービス電源を自社で供給可能な車両を改造主社とすることになり、キハ65系機動車が選ばれた。キロ65 1、1キロ65、1991年、伊予桜井改造は、末ト工場が担当することになり、 1986年6月には工場内にプロジェクトチームが結成された。また、すでにアルファコンチネンタルエクスプレスの改造実績がある苗母工場や国鉄本社の車両局設計課からの協力も得られた。2両ともグリーン車扱いであり展望室、一般席に分かれる。車体デザインは能登半島のイメージを色で表現するべく青と白を基調に 金色のストライプを入れることで豪華さとダイナミックさを表現した。青はウルトラマリンブルー、白は灰色9号と灰色16号の中間の色を調色した。車体、編集、キハ65系の車体を先頭車端部から約7メートル分を大枠を残して切断し、心臓した展望室の構えからだと接合した。前面窓は アルファコンチネンタルエクスプレスと同様の6枚が荒らす構成となった。冷房装置は展望室の直後に AU76A 型集中式冷房装置1機を設置し、後くらい側はベース車両に設置されていた AU13A 型分散式冷房装置3機をそのまま使用した。連結機についてはすべて電車用の密着連結機に交換した。そのため、 他の機動車との連結は基本的に不可能となった。客室、編集展望室は床高さを 600mm 高くし、ラウンジとして使用するため1号車では回転椅子を2脚とソファーを6席、2号車では回転椅子を8脚設置した。一般客室は座席部分を 110mm 高くしたハイデッカー構造とし、キハ183系機動車のグリーン車用に、 設計された二人掛け回転式、リクライニングシートを2列から2列の配置で、前後9列設置した。シートピッチは 1100mm。座席の肘掛けには、エアチューブ式ヘッドホンとオーディオチャンネル用リモコンが内蔵された。側面の窓はすべて上段加工下段上昇式の二段窓から、はめ殺しの固定窓に変更され、カーテンも横引き式に変更された。また、 座席上の荷物棚については100系新幹線と同様のものに交換した。暖房装置発車車で草庫部分に温水式暖房装置が設置されていたものを撤去し、代わって座席下に電気式暖房装置を設置した。展望室、一般客室とも絨毯を敷き詰め、草庫の腰板部分も絨毯張,張りとした。1号車では緑、青などの寒色系、2号車では茶色。 赤などの暖色系でまとめている。1号車客室のデッキ側には、洋式トイレと洗面台を新設、水タンクも床上に設置した。2号車では、車内販売準備室を設けたほか、テレホンカード式自動車用公衆電話が1台、設置された。走行機器、編集オリジナルのキハ六十五型は最高速度が、時速メートルの車両であるため、 時速 120km での走行に対応させるべく、走行機器には大幅に手が加えられた。台車キハ181系機動車並みの高速性能に耐えるものとするべく、軸箱指示方式をリンク式からペデスタル式に変更することになった。このため、コイルバネを撤去した上で空気バネの上げ蓋を交換し、枕バネと並列にオイルダンパーを付加した。 これらの改良のため台車枠は申請された。台車形式は動力台車が DT39 バイト、付随台車が TR218 バイトとなった。ブレーキ関係では、電車のブレーキに対応させるためを過重装置付き、電磁直通ブレーキを装備することになった。これに伴い、C にポリエチレンブレーキ制御装置、D 電磁9配弁、E 電磁9配弁を設置した上で、 ブレーキ指令線を引き通した。また、ブレーキライニングは特急用の部品に交換した。これらの改造によって、電車との連結時には電磁直通ブレーキを動作させ、ブレーキに関しては電車と協調することが可能になった。なお、単独運転の場合は自動空気ブレーキを使用する。伝送品、床下機器、編集、扉扱いは閉結する電車という、 ウトピアでそれぞれ独立して行うことになったが、ユウトピア側の扉が時速3トル以上で走行中に開いた場合には電車の運転台にある警告ブザーが明動する回路を設けた。また、電車に牽引されている場合はユウトピア側の逆転、連結器を密着連結器に交換したことから、連結用空気管については救援用のブレーキ管を 設けた他はすべて撤去し密着連結器への配管に変更した。電気連結器については、運転台側のものをすべて撤去し、K76 系ジャンパ連結器を設置した。ありがとうございます。